ブームとかじゃねえなっていうか、もう本当に宗教。ネット社会になりつつあった時期で、感覚的に非常にリアルに接する、間近に接するっていうのがいいんじゃないかな。アイドルっていうのは年齢で結構決められちゃうところもあるし。男性のファンタジーとか男性が癒されることとか社会が必死に守ろうとしている